本日は宇都宮のザ・クラシックからお伝えしてまいります。今日はですね、体に負担が来ない、動き方、体の動きと、あとはクラブの動き、この2つがすごく重要です。クラブがどう動くかっていうことで、体がどう動いていくかっていう、この2つですね。これを簡単に説明していきます。まずクラブですね。クラブって、シャフトがあって、ヘッドがついてて、偏重心って言って、重心の位置がね、こうシャフトから外れてて、こんな形をしてます。何百年の歴史だろう、ゴルフは。700年、800年ぐらいの歴史なんですけど、クラブのこの構造ってあんまり変わんないんですよね、この形自体が。素材は変わったかもしれないですけど、なんでこんなクラブなのっていうね。で、ここはグリップもここに関連してくるんですけど、ちょっと今日は、大体クラブがどう動けばいいかということを説明します。まずですね、こうフェースの向き、ずっとまっすぐではなく、クラブ自体がシャフトを押さえてあげると、右側が重いんでくるっとこう開きます。で、逆にフォロースルーではくるっと腰に戻ってきます。このままだとまっすぐ飛ばないし、シャンクしてくるんで、必ずこういうローテーションという動きが少なからず入ってきます。ローテーションをあまりこう使わないタイプの方、使うタイプ、使わないタイプでも必ずこのローテーションという動きは少なからず入ってきます。こうはないんですね、動きとして。必ずシャフトを中心に動いてきます。そこでこの腕の振りがすごく大事なんですけど、よく勘違いしちゃうのは、まっすぐ上げてまっすぐ出せばいい。ところが人間の体の構造上、腕はやっぱいつまでもまっすぐ上がっていかないんですね。もうここでいっぱいいっぱいになります。必ず外旋、内旋、右が外旋です、肩がこれ外旋ですね、こっちが内旋って言います。外旋、内旋が入ってきて、初めて手の位置がこう高い位置に上がってきます。フォロースルーも一緒です。いつまでもまっすぐではなく、これだともうこれ以上上がらないんですね。ここから腕が左が外旋、右が内旋入ってきて、初めてこう高い位置に向けてくる。ということで、腕は必ずこう回旋動作が入ってきます。まっすぐではないですよ。あとでちょっと肩の部分は後で説明しようと思うんですけど、こうじゃない。そうすると必ず腕はこう入ってくる。そうするとクラブも動きとしては、少しずつこうフェース面を開いて、途中からリストコック入ってきますが、いつまでもこっちもまっすぐじゃなく、ここも自然とターンが入ってきて、初めて大きなスイングになってきます。フェースの向きは少なからずこう開いたものが閉じるっていう、表現的にはそんなイメージになってきます。腕も必ず回旋が入りながらスイングしていきます。で、そこに体の動きなんですけど、ゴルフの場合、来角度といってね、こう真っすぐじゃなく斜めに構えるようにできてるので、この来角通りに振ってあげると理想です。前傾絶対入ってくるんですね、ここではなく。結構初心者ありがちなのはこうやって真っすぐ構えてしまう、ところがしっかりと来角通りに振るためにも前傾入れていきます。で、この前傾姿勢を保ったまま、一番簡単なのはこうです。クラブ持ってます。だいたい小指3本、小指人差し指、中指ぐらいで持ってます。で、体を少し右左に動かしていくと、クラブがこうだんだん揺れてきます。実際スイングの時はこの内角度を維持しながら打たなくちゃいけないんですけど、まずこの分かりやすくこうだんだん動いてきます。で、ここで少し足を蹴る動きが入るとパーンと上がってきます。手元を少しこう上に上げる動きになっているんですけど、ポンと上がってきます。で、さっきの腕の振りも一緒に、クラブもこういうふうに動いている。これを連動させて振ってくると、非常にスムーズに、体に負担がなく、クラブのスピードも
力まずに上がってるんですよ。力ずくでまっすぐこう当てても絶対飛ばない。必ず体の動きと腕の振りを、腕の振りイコールクラブの動きを連動させてスイングしていきます。はい、いきます。少し右左にこう使う感じのイメージを持ってもらって、こうでもなく、こうでもなく、体の動きとうまく連動させながら連続して素振りしてあげて、足を使いながら腕も自然とローテーションを出てって丸く振ってあげます。こんなイメージで振ってくると非常に体の負担が少なく、スピードも出しやすくなってきますので、試してみてください。以上です。今回の動画が良いなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。今後このような動画をたくさんアップしていきますので、まだチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いいたします。それから私たちはコメント欄に報告やリクエストを見ることを楽しみにしておりますので、ぜひ投稿していただけると嬉しいです。それではまた。